おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも私、バッケンでございます。さあ、今回はちょっと気になるソフトが発売したということで、そちらを少しプレイしてみようかなと思います。というのも、あのアーケードやファミコンで人気だったジャレコの名作エクセリオンのリメイク版が発売したみたいなんですよ。なので今回はお試しプレイという感じで遊んでみたいと思います。ではこちら検索でエクセリオンと入力すると、さあこれで検索、さあ出ましたね、この2つのソフト。まあ、右側の方がアーケードアーカイブス、昔のアーケードのエクセリオンですね。そしてこの左のソフト、ファイナルエクセリオン、こちらが新発売のリメイク版なんですよ。さあこのゲーム発売が9月21日なので、ついもう先日ですね。お値段が1980円ですが、9月30日までなら1782円で購入できるみたいです。ではもう購入に進んじゃいましょうか。ではこちらを確定させて、これで購入しましたんで早速プレイしたいと思います。それではファイナルエクセリオンをプレイする前に、せっかくなんでオリジナルのアーケード版のエクセリオンを見ていただいて比較していこうと思います。普通のシューティングではなく、ギャラクシアンのような画面固定型のシューティングですが、磁気の移動が画面内を自由に移動できるようになっているのが特徴ですね。ただ背景が疑似 3D になっているのが、アーケード版の稼働時期を考えるとなかなかすごいと思いました。しかも地面のスクロールが意外と滑らかなんですよね。パワーアップ要素はないですが、範囲に優れたデュアルショット、連射性は高いが弾数制限のあるシングルショットの2種類を使い分けるなど、戦略性も高いんですよ。ただこのゲーム、敵のスピードが意外と速く、追尾性も高いので見てるよりも難易度が高いんですよね。しかも感性が働く独特の操作感を持ったゲームなので、慣れるまで大変なんですよ。私自身アーケードでプレイしたことよりもファミコンでプレイした印象の方が強いんですが、こうやって見比べてみるとかなり移植度が高かったんだなと改めて思いました。では続いてはリメイク版のファイナルエクセリオンを見ていただきたいと思います。さあそれではですね、この新しくなったエクセリオン、ファイナルエクセリオンをプレイしたいと思います。まあ、難易度はまあノーマルでいいかな。さあゲームを始めると、これオープニングデモというよりは漫画が始まるんですね。ボタンを押すとね、こうやってコマとかセリフがどんどん出てくるような感じなんですよ。おデモシーンでもアニメのようにアイキャッチが入るんですね。まあ、これでこのゲームのストーリーがわかるという感じですよね。まあ、前作の、まあ、オリジナルのエクセリオンはストーリーがあったかもしれないんですが、もう全然そういうのがわからないようなゲームだったんで、まあ、このあたりやっぱ今風だなっていう感じはしますよね。さあこれが、まあ、プレイヤーが操る EX ファイター。そしてこの葉月幸村という名前の男性がおそらくこの EX ファイターのパイロットだと思います。やっぱ絵柄はね、もう今風にめちゃくちゃかっこよく描かれてますけど、ストーリーのノリは、まあ、あえてだと思うんですが80年代のノリですよねこれ。そして今画面に出てきてるのは、これはパワーアップの種類ですね。このファイナルエクセリオンはオリジナルと違ってしっかりねパワーアップすることもできるんですよ。まあ、アイテムを取ったらですけども、まあ、この辺でストーリーだけじゃなくて、まあ、ゲームのシステムなんかも簡単に説明してくれてるみたいです。さあそれではそろそろゲームスタートですね。
行くぞ、 EX ファイター緊急発進。さあ始まりました。これが新しくなったエクセリオンです。いや、グラフィックの進化が本当にすごいですね。もう立体感が全然違う。まあ、今回はワンクレジットでどこまでいけるかというのをやろうと思うんですけども、一応基本的な操作方法だけは覚えてきました。といってもほぼ初見に近いんですけどね。まあ操作方法に関しては画面の左の方に書いてますけども、 Y ボタンのデュアルショットというのがいわゆる通常弾ですね。そして B ボタンのセルショットというのはパワーアップアイテムを取った時の攻撃になります。で、ZL と ZR ボタンを押すとライザンバー2みたいに緊急回避ができるみたいです。で、右下のゲージがフルになった時に X ボタンを押すと今カウントが始まりましたね。これが0になると味方の支援攻撃が始まってですね、こうやってパワーアップアイテムが出てくるんですよ。で、そのパワーアップアイテムの種類は画面の右の方にずらっと並んでますが、7種類ありますね。今取った愛はこれはインパクトって書いてるのかな。まあ効果は連射性の高いシングルショットなのでオリジナルのエクセリオンと同じですね。まあ、役に立たないわけではないんですが、個人的にはこの中だと私はハズレだと思っています。と言ってる間にボスの登場ですよ。じゃあ味方の攻撃をここでもう一回、わあちょっと危ね。さあ次のアイテムは O というマークでしたが、オブジェクトと書いてますね。これはいわゆる男の子が大好きファンネルですよ。ちなみに今画面の下で数字が5となってますが、あれがファンネルの残りの数ですね。あと5発しか使えないということです。ですけどこうやっておけば、あ、これは便利。さあそして0になって使い切ってしまったら、またこれで呼べばいいのか。1、0。あ、すごいなこれあ、もう全然違うゲームですねめちゃくちゃ派手になってる。さあそしてステージ1クリア。EX セルオン、エクセリオンか。確かにこれを使いこなせば敵なしだぜ。そうでもなさそうだけどね。でグラフィックに関しては基本的にはね、やはりオリジナルを、まあ、ベースにしたものとなってるみたいで、まあ、画面固定型に近いですよね。ただもう背景の立体感はもう全然違いますよ、当然ですけど。でもこれはでもね、本当にオリジナルの雰囲気をしっかり残したいいリメイクだと思いますね。さあフルになったんでまた使っていくか。さあ一斉攻撃、そして N、 これは何だろう。あ、レーザーだね、極太のレーザーですね。残り19発か。これすごいのが敵の弾も消せるんだ。でも危ない。あーあーむずい。さあちなみにステージは全部で12ステージあるみたいですけど、もう早速一気失ってしまいました。ちなみにこのゲームパワーアップした状態だと敵の弾を一発だけ当たっても大丈夫、いわゆるアーマーがついた状態になるんですよ。
ただエネルギーが溜まって支援攻撃をして新しいアイテムを手に入れるには一度アーマーを外した状態にしないといけないので、その辺の駆け引きなんかが面白いんですよね。再生攻撃、あ、これは便利。残り48発か、結構弾数もあるしね。危ない、あ、もうこいつ強い。やべえ、むずい。そう、よし、溜まった、溜まったけどこの辺で使うか。いけ、オッケー、めちゃくちゃいい感じ。どんどん使っていった方がいいな、これは。どんどん使っていって、でどん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 あの新しいパーツを使っていくっていう、そういうやり方の方がいいような気がします。あぶね、で使い切ったらまたこうやって、なかなかすぐに次のパーツが来ない。 OK、 あー、愛か、これはハズレだな。なんかハンターハンターのカイトの念能力を使っているような気分だよ。あー、これはハズレかみたいな。あー、まあ、くっそ、やられた。やばい、早くエネルギーがたまらん。よし、来た。オッケー、でこいつを、これは E って書いてるんでエナジーっていう武器かな。なんかすごい強そうなんだけども、まだ慣れてないせいかあまりこれ使いこなせてないんですよね。危ない、危なかった。敵しぶといな。あー、もうちょっとで、もうちょっとだったのに。そう、まだちゃんとコツを掴んでない感じだね、これ。敵の攻撃をかわすのが本当難しい。このエクセリオン独特のこの感性が働く動きなんで。2、1、これはなんだ、あ、これか。やばい、もうなくなった。むず、お、ギリギリ、これでステージ2クリア。いや、もうほぼ初見でどこまでいけるかっていう。さあ、まだです。いまだに敵反応は消えていません。それどころか、これは奴らの巣、まるで巨大要塞だ。さあ、次はその巨大要塞のような敵が出るのかな。このステージはどっちかっていうとなんかあれですね、 3D シューティングのような感じですね。別にこの前の方まで進んでいってるわけではないんですが、なんか奥の方に向かって進んでるような感じの演出なんで。危ない危ない、
せっかく装備してる武器はどんどん使っていこう。忘れてた。これ気持ちがいいな。威力あるし。さあどんどん使っていって。あぶね。おー危ない。ギリギリだった。おー、ここはボスまで早い。ここのステージとこの武器の相性がなんかすごい良さそうな気がする。あー、もうなくなっちゃった。せっかくいい感じだったのに。あ、これか。だから個人的には外れ武器だな、これは。ただまあ一回当たってもこれがあれば大丈夫なので。さあ、危なー、怖かった。間に合うか。よし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 。さあ次の武器は何？ N ってなんだこれ。あ、これか、これか。これ威力あるね。怖かった、危なかった。危ねえ、怖え。あーか、でも大丈夫だ。まだアーマーが外れただけ。せっかく赤色なのに。あれか、腕壊さないと頭もう当たらないのか。でもこれ左の方いたらほぼ攻撃当たらないんじゃないこれ。ここでエネルギー貯めりゃいいだけじゃない。よし、2、1、終われ終われ。あ、ダメか。よしよし、チャンス。これは倒したか。おお。もう順調にステージ4まで来ましたよ。まだ残っていやがったか。だがそろそろこいつの出力が、いや落ちてない、むしろ上がっている。詳しくは解析中ですが、各種の数値を信じるなら、今のエクスクイジット装着状態は無敵です。いい加減なことだな。だが使えるもんを使わない手はねえよな。無敵なのこれ。あ、ボーナスステージね。なるほど、ボーナスステージで無敵ということを表現してるのか。これはなかなかあれですね、面白い演出ですね。しかも最近のゲームではあんまりないボーナスステージですよ。無敵だから体当たりしていけばいいっていう。あ、逃げられた。しまった。全破壊できなかった。もったいないな。
あれですね、ファミコンの時代だったらこの状態で全ステージ遊べるとかいう裏技とかありそうですよね。まあ、ファミマガとかに載ってそうな感じで。さあ、いよいよステージ5。さすがに次のステージでは無敵というわけではないようです。ステージ6ぐらいまで行きたいな。半分の、これいいね。このファンネルが縦にもなるし、めっちゃ便利。これめっちゃいい。ちょうどでもギリギリ当たらない位置に敵が来たりするけど、そうなると厄介だな。まった。この新しい装備を手に入れてもファンネルがずっと残ってるっていうのがね、非常にありがたいんですよね。これめっちゃいいな。さあ、今回はあっという間にボスまで来ました。あぶね、危ない。やばい、やられる。2、1、0。あー、取りたいけど取れない。やっぱり取りに行ったら死んだか。くっそいや、意外といけるかななんてちょっと思ったりしたんですけどね、ダメでしたね。やば、このボス強っ。お、ホーミングか。これはめっちゃ便利。めっちゃ便利。当たるー、これか。あー、もったいない。くっそ、今無敵の間にかわしとけばよかったんだな。まあ、ほぼ初見の割には頑張ったんじゃないでしょうかね。さあ、ということでね、まあ、今回お試しプレイということでね、まあ、ここまでにしようかと思いますが、でもね、やっぱオリジナルともう似てるようで全然違うっていうゲームで、いや、めちゃくちゃ面白かったですね。びっくりしました、本当に。もうちょっとね、個人的にもね、暇な時にゆっくりやって練習していこうかなというふうに思います。ということで、ここまで私、バッケンがお送りいたしました。またよかったら次の動画も見てください。ではでは、バイバーイ。